日野町のブルーメの丘にやってきました。ブルーメの丘といえば動物と遊んでソーセージ食べてビール飲むぞ。よしバン君、はい、ビール飲み行こうか。行きますか。違うの。いや今回はね、はい、なんとこのブルーメの丘に、うん、西日本最大級のアスレチック施設ができるということなんです。まもなくね、はい、まだオープンしないんですよ、はい、でも今日は特別に珍道中のために入れていただけるということなんで、うん、はいはい、ちょっと見に行ってみたいと思います、はい、行ってみましょう、はい、あまだオープン前やったんですよ。うわ、さあこちらが、はい、ね、噂になっているアスレチックですよ。お、現代アートみたいだね。いや素晴らしい、もう想像以上に大きいね。バンク、うわ怖っ。17メートル。すごいな。まあ、ということでね、はい、この、 あの施設の利用方法を、ブルーメの丘の広報柳生さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。素晴らしいですね。大きいですね、はい、そうですね、高さ17メートル、日本最大規模ですね。西日本最大規模の、アスレチックになっております。見たことね、最大規模ですよ。こんな見たことないわ、ほんまに。ちなみに、まあ、ブルーメの丘といえばね、動物と触れ合ったり、はい、そうですね、そういう施設というイメージが、ね、はい、皆さんあると思うんですけど、はい、もともと、ブルーメの丘は、バイエルン地方の、うん、はい、田園風景をモチーフにしておりまして、うん、そこから何かヒントを得られないかなというところで調べたところ、はい、同じくバイエルン地方 の、 あのリゾート地にですね、うん、あのこのアルプスジムというものを、存在を知りまして、はいはい、そこから、すぐにですねドイツの方に、僕も飛びまして。バレたんですね、はい、そうです、はい、単なるアスレチックというわけではなく、はい、チームビルディングとかですね、学習要素ですね、はい、研修 とかに使われる、チームビルディング、リーダーシップ研修として、使われているということがですね、分かりまして、はいはい、学習ですね、はい、要素を取り入れて、まあ、幅広い年齢層の方に来て楽しんでいただこうかなと思って、導入いたしました。いやー、なるほど。一緒にこういうところに登ってコミュニケーションを、うん、はい、取ったり、深めたり、うん、じゃあバン君、僕らも、はい、うん、もう6年になるけどもう深めんでんじゃん。いや研修行くね。ちょっと深めんで怖いよ。協力してこれを制覇しよう。あ、はい、はい、どういくじゃん。協力してちょっと助け合って、やってみますか、はい、高いとこ大丈夫。いやちょっとあんまり行くで、まず行けよ。これビルの5階から6階ぐらいここに入れて、そうそう、17メートル、ね、ね、はい、そうだね、5階ぐらい。もちろんこういうね安全装置ちゃんとつけてもらいますんで。じゃあ前のチャックの方は、はい、はい、ここです。あ、そこです、はい、ここです。これバン君、これ天然やったバン君、はい、小ボケいらんねん。ああ、もう一回できたな。しっかり教えていただけますもんね。そうやな、あんだけ高いバン君行こうか。いや、もうちょっと怖い怖い。え、マジもう無理。もう無理。え？もうここ俺だけでもなんか。マジで。上これ一番上なんですか？横で。ああ、ロッカー置いてきた。ほらまあ一人で行ってくるわ。頑張って。応援しといてな。応援しとく。うん。オッケー、じゃあ行きますわ。一人で行きます。これもスピードの。ちょっと待って、持ちながら、これ自分で撮りながら。え、どういうこと。頑張れ。撮りながらこれやるってこと。できればね。マジこれバン君がやったらええやん、これ。いや、ようついてか。かなり補助なるほど。ちょっとこれ、普通ヘルメットとかにつけるやつじゃん、これ。僕ら危ない、片手がないと。ヘルメットないの。どうなっ、そこは行ける。まず一番上の4階まで上がったんですよ。はい、あ、おお、怖い。めっちゃ怖いっすね、これマジで。怖い。これマジで。そうですね、GoPro 手持ちでこれやりました。あ、これは怖いわ。うわ、すごい。おっそ。上から見る景色は最高です。いやすごい景色です。モタ君が、ちっちゃい。怖いな、これ。頑張りたいと思います。どこにおんの。ヘルメ
ットがないということなんで。ヘルメットないの？高所でなぜか手持ちカメラという片手でこんなすごいですね。寒そう。よろしくお願いします。こういうバランス系か。そうなんです、はい、これね、72のアトラクションがあるんですよ。はい、72めっちゃ怖いですよ。もう降りてますね。バンカー降りてるやん。楽しいぞ。怖い。うわ怖い。これは怖いな。うわ怖い。うわこれちょっとマジで想像以上に怖い。どうすんのこれ。シーソーです。上からみたらこんな感じ。うわ怖い。マジで怖い怖い怖い。これスタッフついてくる。これ本当に怖いですね。大田くん下で撮ってます。バン君も下で見てはりました。おーしょ、シーソーや。怖い。これは怖い。これ子供無理だな。子供無理やな。シーソークリアしました。え、うおこれずっと最後まで一つの流れなんですか。これでも筋力使うな。めっちゃ筋力使いますよ。ぶら下がって、何なの、どうすんの。ぶら下がって、もう運転のように。かなりハードなこれ。いや一応ロープも下にロープあるんで。これ丸太ボルダリング。これやばいでしょ。これやばいな。フラフラやろこれ。もこれ腕の力使うの。めちゃくちゃいりますね。全身やね。何やね。何優雅に見てんねん。マジで。わすごいな。サスケみたいな。サスケやめっちゃすごいやマジで。こんなんできんの。うわこれはしんどいわ。すごいよう頑張ったな。ですよね、こんなん。これはすごいな。すごいな、でけへんよ。片手剣すごい。いやバン君すごいとしか言いようがない。すごいやろ。解説者か。いいな。いやまあなんていうかすごい、まあすがすがしい生き物なんで、まあ、これからは、まあったかくもなるんで、まあ楽しんでいただきたいと思います。今日は寒かったね。ちょっと手冷たいちゃうんですよ。めっちゃ冷たい。ラーメン食いに行こうか。あそれあったかいもんダメなんだ。ちょっとラーメン食って体冷えて。ラーメンウェーブしてきます。人を求めるさすらいは続く。うわーヘトヘトや。いやーこれはよく頑張りました。これはよく頑張りました。これね、野球さん、はい、ずっとね横で、サポートしてくださったんですけど、もうなんかどんどんドSになってきて、難しいやつばっかり。大丈夫、次これ大丈夫、いきますめっちゃ怖い、いきます。向こうもやってほしいからな。いやでも筋肉かなり使うんだな。いやもうパンパンでしたよ。40分ぐらいやったら腕パンパンで。これチャレンジするのは料金いるんですか。料金3000円です。これグルメの丘に入るとはまた別で。あ、そうなんや。久しぶりに頑張ったチームを見ました。めっちゃ頑張りましたよ。お前何やってんの。ビール飲んでました、チビール。いやまあね、そしてまず今回のこぼれ落ちはこちらなんですけど、これ実はまだ誰もクリアできていないアトラクションなんですよ。これよくサスケとかで見るやつ。指だけでこうやっていくやつ。そんな無理。これはね、僕も無理でした。でもね、こういうたくさん面白いアトラクション72もあるんでね、ぜひ皆さん遊びに行っていただきたいと思うんですけども、そんなブルーメのお母さん、はい、なんとこれね、これ全部バン君が飲み干したカラビナが飲み干した。ビールね、言うんだよ、分からんやん。地ビールやね。地ビール、はい、美味しいらしいね。めっちゃ美味しいんですよ。これも最高ですよ。これが最高なんや。食も楽しめるので、おすすめです。はい、はい、とてもおすすめでございます、はいはい、さあそして今回3月1日にオープンしましたブルーメの丘アルプスジムはですね、はい、ご覧の場所にございますので、はい、皆さんぜひ遊びに行っていただきたいと思います、はい、ちょっと行ってみたい気がする、ね、さあそして今回ね、なんと
視聴者プレゼントございます。今回私が挑戦したアルプスジムのねペアチケットを2組様にはいプレゼントしたいと思いますので、ご覧の後先までどしどし応募いただきたいと思います。3月1日にオープンしています。皆さんぜひお越しください。お今日は気合入ってたな。じゃあ応募させていただきましょう。せーのドン。まあこれ大やけどバンちゃんショーやな。バンちゃんだけショーということで全員大でした。これ仕事だよ。